キャマとはアラブ首長国連邦のドバイでヒトコブラクダとリャマとの間に人工的に作られた主観雑種である。ヒトコブラクダの体重はリャマの6倍と体格差が非常に大きいため後輩は人工受精による。ヒトコブラクダのメスとリャマのオスを自発的に後輩させる試みは失敗している。これまでに生まれたキャマはラクダに似た短い耳と長い尾。 ゴ毛モを持ち、コブはなく、リャマに似たひずめを持つ。1998年に一コブラクダの父とリャマの母の間に生まれた最初のキャマはオスで、ラーマと名付けられた。ラーマは4歳で成熟し、リャマとグアナコのメスに興味を持った。ラーマは成長するにつれ大変気難しい性格を持っていることが明らかになったが、それがこの雑誌固有のものなのか。 それとも人工飼育の結果によるものなのかは不明である。その後2002年に人工受精により2頭目のキャマが作られ、カミラと名付けられた。リャマもラクダも74本の染色体を持つためキャマは生殖能力を持っている可能性があり、将来品種改良によってリャマよりも体格、肉とけの収量、積載量に優れ、ラクダよりもおとなしい家畜を作り出すことが 期待されている。ありがとうございます。